はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアンを続きをやっていきたいと思います。静岡と山梨がここで講和ですね。講和をしているので、まあ山梨が少し食い込んだかなという程度ですね。まあ、大きく状況が動いたというふうにはちょっと見えないかな。で、我々の方針はですね、連邦に加盟ということで、この先は群馬帝国と、まあ、共存共栄を目指していくというのが大前提となる作戦になります。で、まあ、埼玉、東京、神奈川といった、まあ、首都圏トップ3と戦争をおそらくしていくことになるんじゃないかなというのもあって、もうひたすらにね、増強増強というところになるんですが、それに伴ってちょっとですね、人的資源に不安が出てきたので、早めにふなっしー政策に切り替えます。これで、毎月の人的資源がプラス 20% になるんで、これを入れておきましょう。で、さらに政治力が今71、画面の左上出てますが、これが150溜まったら、この陸軍の兵団達人を入れていきます。で、あとはですね、まあ、葛飾の領有権を主張したことによって、少しね、戦況が変わるんじゃないかなというのもあるので、まずは国境付近に要塞を建てていきましょうという話をするところなんですが、一旦水産業への注力を入れておきます。ではまた建設の方に戻りましょう。まずは対空砲も国境沿いには作りましょう。さらにレーダーも国境沿いに作ります。で、肝心なのが陸上要塞。で、これを、まあ、やっぱりね、作っていって、しっかり敵を消耗させた上で進軍という形をね、取っていければベストかな。で、それとは別にもう工場もね、乱立させちゃいましょう。まあ、装備品はいくらあっても困らない。戦争が始まるんでね。で、注意しとかなきゃいけないのが、ひとたび敵に侵入された場合、その工場が一時的ににせよ、まあ、奪還した場合は一時的ににせよ、使えなくなると装備品がね、生産できなくなるんで、もう絶対に敵を中に入れないという徹底した姿勢がね、必要かなと思います。そしたらここは先に対空砲、野戦砲、これ新しいの作っていきましょう。はい、ここで国家方針終わりましたので、国家方針を入れていきます。どれにしようかな。もうこれが絶対欲しいよっていうのはないので、電子工学への注力を入れておきましょうか。で、あとはですね、
政治力が黙りましたので陸軍の長官として、陸軍の兵探達人を入れています。で埼玉の方と群馬帝国の間は、またねちょっと危ない雰囲気が漂っているなという感じがしてましたね。では研究項目は野戦砲のアップグレードを先に入れちゃいます。群馬帝国の今の国家方針見ておくとちょっと面白くてですね、今埼玉への圧力第2弾が発動していて、これが終わると東京との交戦、埼玉の運命、さらには神奈川との交戦という、おそらくこの3つのどれかから1つを選んでくるんじゃないかなと思いますんで、猶予としては、おそらくですね、埼玉への圧力が残り45日、これが終わった後、さらに35日ということなので、約80日、3ヶ月弱というのが開戦時期だというふうに予想ができます。なので、9月、開戦。これがね、現実的なところじゃないかなと思いますので、その9月の開戦に向けて、急ピッチで軍の増強と、設備、施設、要塞、これらをね、整えていきましょうということになります。なので、ちょっと順番をね、もう思い切って入れ替えましょう。もう軍の施設を最優先で作っていくという感じですね。で、さらにもう一個、元帥直轄の師団、軍団を増やしましょう。で、ここも、40たまったらですね、新たな軍団長任命していきます。やっぱりフナッシー入れても、フナッシーの力をもってしても人的資源の枯渇は免れられない感じだな。前線にねもう配備していっちゃいましょう。まずはやっぱりね埼玉なんですよ。埼玉県の首都埼玉、これをね一気にガガガーと通りにかかるというところですね。東京とは攻勢に出ずに一進一退の状態を続けて、その状態から隙を見て一気にね埼玉を食っちまおうということになります。で、統合支援を入れました。ドクトリンです。このドクトリンが完成する頃にはもう埼玉、東京、神奈川との戦争先端はおそらく開かれてるんじゃないかなと思うんですが、よく訓練された装備の充実した装甲師団、これが師団数として、約20まで揃ってきたので、開戦いつしてもいいよという準備はね、師団編成に関してはほぼ完了したかなと思います。あとは軍施設だけですね。ここでは対空砲、陸上要塞、さらにレーダーというのを作っていきます。で、飛行場はね、船橋にある飛行場から飛ばしていくというのを想定してますね。はい。群馬帝国の方針確認できました。東京との交戦。これが35日後のはず。ちょっと確認しましょうか、一応。
1ヶ月切ってきたかなというところですね。31日ですね、あと。31日後に開戦になる可能性が、まず最初、タイミングとしてくるかなと思います。1ヶ月後、8月20何日かに開戦が来るんじゃないかという予想です。事前にね、同じ陣営なんで、いついつどこそこに宣戦布告して開戦するよと教えてくれてもいいもの、教えてほしいぐらいなんですけどね。実際どうだったんでしょうね、あの当時。おそらく、その、同盟国同じ陣営に入ってたとしても、特に枢軸国とかだと、独ソ戦開始された時なんかね、その、日本はおそらく知らされてなかったんじゃないか、もしくは知らされたとしても直前本当に、だったんじゃないかなというふうに思いますよね。当時、まあ、ソ連と日本は、不可侵条約結んでましたけど、一方で日本とドイツは同じ同盟を結んでいて、その同盟国がソ連にね、戦争を始めちゃうってなると、日本としてはちょっと立場が微妙な状態に追い込まれますよね、普通に考えたら。まあ、そういう状況とかを無視してドイツが参戦したんだろうから、まあ事前にね、あの交渉があった可能性は低いんじゃないかなとは思いますが、電子工学終わったので次へと進んでいきましょう。どうしようかな。どうしてもこれやりたいねっていうのはないんだけれども。いやー、どうしようかな。福島との友好。請求権を得ると言われてもな、今戦闘する余裕ないんでね。となると一旦ですよ、合同演習とかをしてお茶を濁しておきましょう。まあこの時間の無駄遣いがね、本当に致命的になる可能性はあるんですが、まずはもう2週間後に迫ってきている戦争に備えたい。施設の建設状況を確認しましょう。要塞、どうかな、ちょっと間に合わないかもしれないな。戦争まさにその途中に完成っていう感じかな。まああの想定してる8月23日か4日か、まあ、そのあたりで開戦が行われた場合ですね。まああの実際問題、あの群馬帝国と東京って国境を接していないので、まあ、どっかを経由しながら戦うっていう形になるんで、まあ、それが本当にね、いつハマるのかっていうのは微妙ですからね。いや、最新鋭の中型戦車とか研究したいな。研究したいけど、ちょっとその余裕はないのでやめましょう。我慢しましょうって言った方がいいかな。じゃあ、近接、地上支援、これ159日かかりますが入れていきます。陣営マップでちょっと確認する、もし群馬帝国が攻め込むルートとして東京に、やっぱりないよね今のままだと。山梨をどうやって自国の勢力に組み込むかだよな。ちょっと山梨に対しては引き続き工作をしておきましょう。で、群馬帝国がどうした、戦線を布告しないところを見ると、何かがおかしいぞ。群馬帝国は埼玉の運命、ここで戦線布告だな。やっぱり接してないから宣戦布告しても意味ないっていう判断だよね。まあ、それはそうだと思います。なので、埼玉の運命、これが終わると、本当に、戦争が始まる可能性がありますね。
なんで1ヶ月間猶予ができたと。この1ヶ月間は大きいぞ。でも1ヶ月あれば要塞がさらに1個完成して、葛飾のどうだろう、葛飾もなんとかなるんじゃないかな。確かに2つ3つと要塞、3つはいらないかな。いやでもまあもう負け戦になった時にいかに防御するかっていうのも重要なんで、要塞はやっぱり この埼玉と東京の間の県境は予定通り作りましょう。もし負け戦になった場合はね、ここで食い止めて、おくというのが重要になりますんで、もうここは譲らずというところでいきましょうか。そしたら機動防衛を機械化しちゃいましょう。いやなかなか忙しくなってきたな。で対空砲ですね、これを新しいものへとクラスアップしていきます。ただ全くもって割り振る工場がないんだな。町田の編入、町田か、懐かしいな。何度かお話したことあるかもしれないですけど、大学生の時ね町田にいたんですよ。まあもう本当に神奈川と隣り合わせ、相模原と隣り合わせだったんでね、町田が神奈川県になっちゃったんだな。一応町田はね東京都町田市ですからね。それが神奈川県相模原区に多分変わっちゃったんだな。さあ本当にこれ群馬帝国開戦するぞきっと。あと6日後、すぐに参戦できるように、本当にね、準備を万端整えてきたんで。ちょっと神奈川がね、上陸してくるっていうのがね、正直言ってうざったいんですよね。なので、それに備えるために、ちょっとまだ練習、訓練が終わっていない部隊が多いんですが、一旦防衛のための、手段として、割り振りましょう。これはもう数が必要なんで、敵が上陸してくるのを察知したら、それを迎撃する数が頼みなんで、一気にね30手段ぐらいまでその数を増やしましょう。一応じゃあ32手段で守ってもらう。ただここで群馬帝国開戦しないな。いつ開戦しても本当におかしくないと思うんだけど、成人式先にやってるか。そうなるとこれ以上待つと逆に不利になるので、人的資源がね、枯渇してきちゃうんで、我々からちょっとねこの群馬との合同演習が終わるのを待たずに、もう外交ルートを通じて埼玉に対して、宣戦布告をする準備をしましょう。180日かかるんで、まあ約半年後になりますが、この時点で埼玉に対して、千葉県のタイミングで宣戦布告ができると。まあ、群馬帝国を待つ必要はもうなくなったかなというところですね。まあ、群馬帝国がね、もっと積極的に埼玉に対して戦争するかなと思ったんですが、ちょっとそこは待ったがかかってる状況が見て取れます。
はい、ここで改良型歩兵装備2が完了したので、次何入れていくかちょっと考えています。もう今1939年11月なんでね、もう40年って考えるとどうだろう、317日の抽選者、これ結構重たいよね。あとは対空砲209アップグレード、アップグレードだとね装備の変換がないんで楽なんで、これにしましょうか。対空砲もね更新に時間がかかっちゃうんで、ちょっと対空砲工場増やしましょうか。よし、これで前線の方は部隊の配置はほぼ完了しているかなというところと、予定していた基地、レーダー、この辺りはね設置が完了したので、もういつ戦争してもいいんですが、群馬帝国が動かない。実はロケハン何回かしていてですね、そのロケハンの時によってやっぱりその群馬帝国が埼玉に宣戦布告するタイミング時期がバラバラだったんで、今回はねだいぶ遅いかなという印象がありますね。もっとバシバシと戦争を始めてもらってもいいぐらいなんだけど、大東京にちょっとじゃあ武官でも派遣しとく？ただなあ、武官派遣しても彼らのね力が増すかというと微妙だけど、ちょっと待ってね、何かが一気に動いたぞ。青森が宮城と同盟を結ぶ、これはいいよね。群馬帝国が成人式、これもいいよね。戦争はまだ始まらない。群馬帝国次は何を目標にするの？群馬帝国の次の国家方針、神奈川との交戦か。神奈川との交戦って言ってもさ、神奈川と絶対交戦できないでしょう。それよりも山梨をさ、こちらの陣営にやっぱ招くこと、組み入れることが大事だと思うんだけどな。ちょっとなかなか思うように、やっぱり他国の考え方、動きは制御し得ないですね。ではまたちょっとね、ここで時間をバーッと進めていきましょう。ついに群馬帝国が、埼玉に宣戦布告しましたね。我々も参戦していきましょう。おそらく参戦要求が来るんじゃないかなと思います。来ないんかい。参戦したいな。お、参戦したいけど、ここは来ましたね。参戦要求が来ました。これは参戦します。さあ、これで一気にね、戦いが動き出すはずなんですが、こちらとしてはまずはしっかりと戦いをね有利に進めるための準備を十分に生かしていきたいんですが、長野山梨保護領に対して、
戦争に参戦の要請を出してますね。で、一方、やっぱり神奈川だと思うんですけど、ここ、上陸を仕掛けてきているので、これを撃退しましょうというところですね。で、一方、こちらはというと、いやー、なかなか戦線は厳しいものがあるけど、ここは、しっかりと、陣営を生かして戦ってもらうしかないよな。まずは、帝国設置場、大帝都、東京、群馬帝国、中の山梨法領が参戦してますね。まあ、大きいところで言うと、やっぱ群馬帝国になるかなとは思うんですが、長野山梨保護領に関して言うとちょっと遠いんだよな。ただ一応ここで国境を接してるんで、埼玉としては3つの国を同時に相手にしなきゃいけないっていう点でかなり苦しくなるんじゃないかなと思いますね。で、我々はまあ海からの上陸には気をつけましょうというところになると思います。強襲上陸だけが怖いんでね、そこには気をつけましょうという戦いになるとは思います。群馬帝国がちょっと押されてるように見えるのは気のせいかな。大丈夫か群馬が敗れ去るとね、果てしないことが起きるんで、それはちょっとやめてくれと言いたいところなんだよな。ありうりますからね。絶対にないとは言えないんで。群馬の敗戦が。群馬がちょっと押されてる感じがするな、埼玉に。そうなると千葉がもうちょっと頑張ってあげないといけないかな。東京の戦力はそれほどでもないな、ここまで。先に東京を殲滅するっていう作戦もありですね、こうなってくると。埼玉の方がちょっと硬いかなって感じがする。攻勢に出るタイミングだけね、ちょっと間違えないようにしなきゃいけないんで。いや、群馬がちょっと怖いわ。お、強襲上陸来てるな。まあ、ただここも跳ね返せるでいいかな。跳ね返そう。4師団が上陸仕掛けてきてますが、こちらも増援が入って、4対4、さらにもう1個師団が入りそうなんで、これも撃退は可能そうですね。しっかり撃退しましょう。問題は、陸地での戦線だな。群馬が押されてるな。まあ、千葉の方はまだ押し込まれてはないんですけど、これ群馬が敗北すると、全師団を相手にしなきゃいけなくなるんで、そうなると辛いかな。群馬はちょっと疲れちゃってるもんね、統制率っていう一点に関して言うと。そうすると突破口を開こう。なんとかして突破口を開いて進みたいところだけど、攻勢に攻勢に出てきます。ここはね、しっかりしっかり群馬帝国を支援するために埼玉をダッシュ。まずは埼玉県の首都埼玉をダッシュだな。
そのためにチーバ君の装甲手段、これを埼玉に向けて投入しましょう。で、研究の枠もね、空きが出たら辛いところではあるんですが、しっかりやっていきます。なんか先にね、東京の方が思わぬ形で進行できてるな、優位な戦いになってそうな感じがしますね。一方群馬帝国の方がちょっとほんと危ないわ。大帝都東京が降伏、まあこれはしょうがないかな。もともと戦力としてあまり期待はしていなかったので。でさらに強襲上陸来てますが、東京がね、これは撃退できるでしょう。予備の手段が向かってくれれば撃退できると思います。岩手が宮城と同盟、宮城が一大名手になりそうな、そんな感じがするな。宮城がそうか、こちらが敵側についてるんだな。ここは何としても東京を先に陥落させよう。指揮統率率が落ちてるのもいるけど、まだまだ戦える人もいるんで、ここはもうちょっとね、正念場なんで装甲手段に突撃をかけてもらうしかないかな。で、回戦の結果はね、もうどうせろくでもない結果になってるとは思うんですが、一応見ます。まあそうだよね。神奈川県に、艦隊戦で勝てるとは思ってないので。群馬帝国もでも相当数の手段を割いてきてるね。さあ、なかなか戦況を一変させる、有利に運ぶための材料が出てこないな。まあ埼玉の手段数もバカみたいにあるからね、こうやって見ると。まあ、本当に我が帝政千葉は互角に戦ってるけど、心配なのが群馬さんだね。まあこれ、まあどうにかっていうところだけどね。なんとか戦線を前へ前へと進められれば、ああ多少なりともというところだけどな。突破口がね、見出せればいいんですけど、ちょっとなかなか今その突破口が見出せないほどに乱戦化しちゃってるからな。まずは群馬が埼玉に押し込まれてるこの状況をなんとかしてあげなきゃいけないんで、埼玉方面のテコ入れだな。いやーでもな、対戦車を持ってきてないんで、戦車がいるとちょっとなかなか敵が硬そうですね。そしてまたここで強襲上陸か。戦車の方はただ装甲手段の方はだいぶ回復してきてますね。ちょっと待ってくれ、予期しないところで敵の上陸がある。そうなんだよね、海軍がやられたんで、ここ上陸されるポイントになっちゃってんだな。もうしょうがない。
慌てて軍を派遣しましょう。上陸されたか、敵に。水戸を奪われるわけにはいかないぞ。当然敵は水戸を狙ってくると思うんでね、これをしっかり撃破して。国境沿いの戦いに専念したい。群馬さんがもうちょっとオーバーお暴れしてほしいところだけど、まあなんとかでも食いとどまってはいるね。なのでこちらとしてはこの戦況をやっぱり打開するためにどっかで突破口が欲しいですよね。どこを突破口にするかなんだよな。ちょっと硬すぎるんで、あんまり硬くないところにしたいよね。なので一旦装甲手段を北側の国境に移して、そっから突撃させましょう。というところでね、ちょっとね時間だいぶ長くなりましたんで、一旦じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。なんかね秘策があればちょっとぜひぜひこの泥試合、泥沼化した戦争を勝利で終わらせるための策を教えていただければ、アドバイスをいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。